やるぞ。やるわ、やるわよ。あんたはどう思う？仲間の死は無駄にはしない。もういい。あなたはどう思う？大丈夫か、アルミ。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないで、アルミ。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。うん、そうだよね。みんなに追いつくにはそれしかないんだね。え、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。っていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ。なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？
もう行っていいかい。おい、大丈夫か。まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。用か。もう家に帰りて。今の動き。やりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。はい、兵士というより狩人みたいで素敵です。時間をかけて獲物を確実に追い詰めるような感じですね。いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか。あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。え、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りにお前が動けるかはわからねえけどよ。おい、じゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うぜえな。誰がうざいって。才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの。ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。何、お安い御用だ。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だって。そんな今度でいいだろう。
前はどう思う？助かったぜ。やるぞ。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうしたいところなんですが、今は近くに獲物がいないんですよ。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから、私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。最近は獲物が取れなくなってきて、まったくこれもよそもんが獲物を横取りするからやし。さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか？ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。急がないと本当に暗くなってしまいますから。よう、何見てんだ？やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよ。じゃん、
ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって、お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。兵士を鍛えんと。くそ。もう。お母さんに会いたい。どうかした？僕には何ができる？村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体起動術はかなりのもんだが座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。でもうるせえ。そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。座学がダメなのは認めろってことか。だから分かったっての。よし見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。
能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな！俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。品が揃ってるよ。また来てね。また来てくれよな。なんてこった。今日の訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。すごい。じゃあ人類最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ。もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。
そうだけどよ、その分嘘だってバレた時あの子はショックだろうな。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。調子はどうだ？つかの間の平穏か。この先どうなるんだ。巨人の肉の匂い、新兵か。気持ちで負けたらダメね、ガキンチョ。こんな、あなたは
しゃい。また来てくれよな。巨人はおらんか。ほう。神聖な壁を疑ってはならん。品が揃ってるよ。また来てね。されそうだ。おお、やるね。さあ行くよ。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、
この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。いえ、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それに、あの子たちの可愛さを前にすれば緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。あ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びできたよ。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。ありがとうね。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、敵害調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。仕留める。これより目標に向かう。生け捕りにできれば最高なんだけどな。私たちにかかればこんなもんよ。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。倒せた。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。
っと役に立つから、ぜひ利用してくれ。片付いたね。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。私だってこれくらい逃がさない。ねえ、早く前線に行くよ。どんな子たちが待っているか気になるだろう。これがいいよね。よし、討伐完了だ。すいません、これで検証を進められます。勤務ありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくっちゃ。救援要請を確認。私が向かいます。ここで巨人と戦っているのはゲルガーだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。
これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。やった倒せた。やってる。私だってこれくらい仕留める。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。お前は新兵のお守りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。やってる。討伐完了。まだまだいけるぞ。新兵にしてはやるようだ。お任せします。
次はどんな子に会えるかな。さすがですね。俺も続きますよ。ありがとう。切ってあげるよ。お任せします。了解だ。ハッサ、お願いします。了解。やった、倒せた。ふっ、逃がさない。まだまだ。ミルガーさん、お任せします。これでいいよね。よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。補給完了。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。アンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。やってる。なんでお前がここにいる？リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた？しかも新兵まで巻き込みやがって。アンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。了解だ。
片付いたようだな。撤退するぞ。ニオナ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だな。さっさと片付ける。行くよ。連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。ハチさん、お願いします。了解。ハチさん、ナナボさん、お任せします。かかって。ありがとう。リヴァイ兵長、お願いします。
残った。悪くない。リカさん、お任せします。分かった。ハチさん、お願いします。分かったよ。
は完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとは、お前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザロ、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。やるではないか。やるではないか。また来てね。何を作りたいんだ。
また来てくれよな。ロッシェ、また来てくれよな。今日怪我とかしてない？よし。よ。不敬な。どうかした？ああ、もう家族を失いたくない。やあ。楽に越したことはねえ。加減にしろよクソ女。アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。ふん、事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんのサシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？私は思ったことを素直に口にしただけだっつうの。くそ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー、バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょユミルってコニー、どこへ行くんですか？あの野郎め、気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。何てめえ私とクリスタの間に割って入ろうとしてんだ。来たらぶっ飛ばすからな。Thank you.
感謝する。禁物だ。何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。見事だ。受ける。またいつでも来い。母さんに会いたい。いらっしゃい。
また来てちょうだい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。おいおい、母さんに会いたいな。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士の城。ほほう。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。簡単には引かねえ。やれやれ。